ザッス。ザッザッザッス。今日真面目な話ですね。真面目っすね。はい、真面目ですね。初トーク動画、3人で。ぶっちゃけトークみたいな感じ。ぶっちゃけトーク。いつもぶっちゃけトークしてるけど。ぶっちゃけトークさらけ出してる。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 きっかけとかいろいろ知りたいなと思って。あー、はい、まあ入った理由、そう、会社に入った理由、はいはいはい、はい、ミッチは、はい、飛び職人じゃないですか。はい、なんで飛び職人だったんですか。もう飛びまくっとったからですかね、僕。あ、現場を、そうそうそう、そういう系ですか。飛びまくっとったので飛び職人になった。会社を飛びまくって、そう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 、そっち系ですね。会社を飛びまくって、で、気づいたら飛び職人になっとった。そっちの職人、この職人が飛び職人だよね。あ、僕今、あ、次、次予定なんです。次は来年、新年おるかな。新年早々かな。1月5日ぐらいからちょっと、はいはい、飛びに出ようかなと。旅に出ようかな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 。日本でね。はい。まあでもね、本当にまあぶっちゃけた話。はい。はい、ぶっちゃけた話はもう、その、まあ知り合いの紹介。はいはいはい。もともと興味はあったんですか。飛び時代に。いや、100% やりたくなかったっす。なんで。そうなんですか。で、若い頃はまあちょっとね、バイトとか行っとっても、重いし。重いし。肩痛なるし。まあ2、3日だけですけど。偉いし、偉いし、朝早いし、うん、夜遅いし、うん、こんな仕事絶対やりたくない。俺も絶対やらないって言って決めとったんですけど、うん、気づいたら今ね、その職種についてますもん。楽しくなってたんですか。まあなんか最初はなんかつまらんじゃないですか。あれ持ってこい、これ持ってこいって。でもその下積み経験あれして、なんかやっぱり、はい、なんていうの、その任してもらえるようになったりとかして、うん、まあ、ちょっと組まさせてもらえるってなると、なんか分かんないもんね。逆に分かんないことで。する時ってめちゃくちゃなんか楽しいんですよ、僕。あ、確かに楽しいですね、新しいことやり始めると。なんでここの今ね、こう例えば塗るってなったらすげえ楽しいと思う。やったことないもんね。そうですね。あ、やで、来年から塗装班で、来年から、いや、違うですね、塗装班じゃなくて、僕は YouTube の方の、あの、照明係ですね。照明係。照明係。まあ、知り合いの紹介で入ります、はい。それも自分からお願いしたのか。やっぱその、いや、全然違うって、全然違う。職人の世界って結構怖い先輩とかおるんですよ。先輩が手伝いに来いみたいな、半分ね。はいはいはい。そういうのでも、まあ、半分強制みたいな。半分半強制みたいな。やっぱそういうのなんです。うん、まあね、まあちょっと、いやって言ったら普通に、先輩の言うことは絶対です。そんな感じじゃない。で、行って今この会社に知り合ったみたいな。なるほど。はい、リリーちゃんは？リリーちゃんは、なんか何言いかけました？大卒っすもんね。あ、そうです。最初全然別の業種探してて。はいはいはい。え、何の業種ですか？あの、洋服の商社を中心に受けてたんですよ。はい、商社ってことは歯医者もあるんです。歯医者は歯医者はいないですね。あ、いないです。来ると思ったもん。商社って言った瞬間にピカッて止まってたもんね。ピカッて。商社、商社、頭の中に商社、商社。ちょっと待って、やめて。もうリリーちゃんの話喋るのやめて。真面目な話しますか。わかりますか、商社。真面目な意味で。お前はお前って見とるぞ。まあ、洋服を扱ってる会社ってことで、洋服っていう商品扱ってる会社を結構受けてたんですけど、はい、まあ、あんまりちょっとうまいこといかなくて、やっぱり倍率高いんですよ。競争率がすごい高くて、洋服の会社って人気なんですよ。で、そんなにめっちゃうじゃうじゃあるわけでもないし、はい、で、それでまあどうしよっかなと思って、もう本当にたまたま見つけたんですよね、ここを、はい、それはあれですか、新卒説明会みたいなよくあるじゃないですか。そうです。ブースがこうやって何個もあって、あ、なんかそのブースがある系じゃなくて、もう個別の説明会、はい、に行ったんですよ、はい、なんかどっかの国際会議場かな、はい、の名古屋の会議室一室借りてやってるうちの会社だけの説明会があって、はい、で、あの活外店の店長と今、はい、店長とあと社長が2人 で私1人しかいなかったんですよ。へ、その時に、その時です、はい、もう他のみんななんかもいなくて、はい、またインパクト強い2人がおるからね。そうですね。癖が強いんだよね。でも癖は強かったですけど、うん、いやでも本当にその時社長めっちゃ面白い人やなと思って、そう、面白いしめっちゃ熱い人だなと思って、はい、インパクトしかないからね本当に。そうですね、そのインパクトが私はいい感じに、もうズバーンって来て、そうですね、いい感じに来て、うん、建設業とか、そう、建築業全然もう本当に興味なくって、本当にたまたま見つけたんですよ。なんか家から通えるところがいいなと思って、でそれで調べてたら、そうです、通勤がしやすいところがいいなと思って調べて、本当にたまたま見つけた会社です。本当にそれはなんで知ったんですか。その、その就職活動してる人が使うなんかリクナビとかマイナビとか、そういうのでなんか何たらしいって調べて、本当にたまたまですね、なんでその
会社をしたのか、うん、なんで南建設、あその時南建設だったんですけど、はい、なんで押したのかもちょっと分かんないですけど、たまたま本当に建設会社と知っとってもポチッと押して、そうですね、建設会社って知って、はい、外壁塗装っていうのも知って、はい、なんか分かんないですね、本当に多分ご縁があったんだと思います。へえ、はい、で説明会行ったら一人しかおらんし、そうで一人しかいなくて、私だけみたいな、マジかって思ったけど、はい、であの強烈な二人がどんどんって、そうどんどんっておって、でもあ面白いなって思ったんですよ、まあ、そりゃあの二人おったら楽しい、はい、面白いね、絶対楽しい、ね、私いきなりもう社長面接だったんですよ。ああ、なんか普通の企業とかやったら刻んでいくんですよ、刻んでて4回とか面接やると思うんですけど、うん、私いきなり、まあ、説明会一人だったんでいきなり社長面接だったんですけど、ちなみにちょっと脱線しちゃうかもしれないですけど、はい、何を聞かれたんですか。でもなんかちょっとあんまりよく覚えてないですけど、その履歴書の内容を、はい、まあ、ちょっと聞いてくれるみたいな感じ で、はい、でまあ、社長も結構本当にああいうよくある企業の面接みたいなカチッとした感じじゃなくて、はいはい、もうすごいフランクな感じで、はい、もうお話みたいな感じ、はい、おしゃべりみたいな感じで、面接感はなかったんです、はい、作っていっちゃうもんね、それそうですね、もう本当に面接だったら作っていっちゃうもんで、その人の多分素が見えんもんで、そうですね、多分そうやって普通の雰囲気、しゃべっとる雰囲気にしちゃったら、はい、多分まあ普通のね、感じを出せるんですもんね、そうそうそう、中身が見えるっていうか、そうですね、はい、まあちょっとごますりは OK ですね、これで社長のごますり OK です、ボラ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 フィリピン語じゃないボラボラフィリピン語ね、はい、意味は何なんだろう、あのごますりってことは、あ、そうですね、本当にごますり、マジですか、マジマジ、はい、まあ私はそんな感じです、そんな感じ。平西さんは高校行ってたんですよ、学生生活を送ってて、はい、それは建築関係の学校だったんですけど、もう本当に授業がたるくて、はい、合わなかったんですよね、そのじっとしてやってることが、はい、でたまたまお兄ちゃんのバイトに行ったんですよ、はい、それがのり麺っていう、のり麺っす、のり麺っていう、のり麺っていう、この、そう、あれですよね、高速とかの、そう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 、あれの仕事っす、そう、お兄ちゃんがやってて、ほう、あ、すごいですね、でそういう仕事でバイトに行ったら、もう最初はやっぱ6000円ぐらい、1日でももらってる方ですよね、ブラックやんいやでもブラックやん当時高校生の冬休みでバイト行ってたんですよ、はい、で朝4時に起こされて、はい、トヨタの山奥の現場とかだったんで、はい、でそうやって行っとったんですけど、もう楽しくて本当に、はい、部活やってるみたいな本当に、こうでお金もらえる、そう、一石二鳥やなみたいな、時間も早い、はい、でやりきったかも、やりがいがあるじゃないですか、はい、それでやりがいを覚えて、まあ、職人やりたいと思ってたら、はい、たまたま、まあ、河合さんいるじゃないですか、はい、塗装派の元ボスって言われて、はい、あの人が塗装ずっとやってて近所だったんですよ、はいはい、で地元の先輩だったんで、お兄ちゃんも共通の知り合いがいて、でその人にお願いして塗装やりたいって言って、はい、でやったら楽しくて、はい、本当楽しいだけで入りました。ペンキ屋さんから絶対なりたいっていうわけじゃないです、だから現場系をやりたくて、はい、でこの会社に入ったきっかけは、入ったきっかけは前の親方、まあ、個人店だったんですよね、はいはい、本当個人店で、はい、チラシも自分で配らなかったし、はい、仕事がなかったら、下請けの仕事やってなかったんで、はい、元請けがいるとか仕事やってなかったんで、はい、営業しないといけないんですよ、はい、でもその営業終わったら現場やる、はい、現場が空いてきたら営業やる、まあロスは少ないですけど、はい、なんか燃えんじゃないですか、はいはい、1個に突き抜けてないもんで、はい、でここで1個に全部が突き抜けとるじゃないですか、突き抜けますね、だからこう現場極めれるなと思って、はい、で僕は それで来ました。あ、現場極めるためにそうですね、来て今 YouTuber だけど、そうすごいですね、やっぱ、まあ、そう、職人ってやっぱどっかに特化したいですよね、そうですね、本当に困るもんな、それは、笑いに、はい、笑いに、笑いは、笑い別に僕は本当これぐらいですもん、笑いは、まあ僕のこと面白いと思ってたら、多分僕なんかもう本当ね、本当に 100% の力出したらもうこんなんですからねだけど普段もうカメラが向いてるもんで、これぐらいに抑えとるみんなが笑いで、次の話ですね、はい、次の話題、話題じゃない、議題はあれですよ、はい、入ってみて、逆に塗り替え道場入って、みんな共通じゃないですか、入ってみて、うん、実際やってみて、まあその職人仕事やってみて、その元々あんまりやりたくなかった仕事だったもんで、はい、そんなに楽しくなかったですよね、はい、もう入って1年ぐらいかな、はい、1年ぐらいやっぱもう材料運びとか、もう当たり前なんですけど、僕らの仕事でね、材料運びするっていうのは、はい、うん、だけどまあ1年間ぐらい何も触らせてもらえず、でも材料運ぶだけひたすら、はい、ここに何本とかで、まあ組み方見てっても勝手に、ね、あ、この親方はここに置いて、ここでから材料使うもんで、ここに置かなあかん、でこれを置いたらじゃあ次ここに置かなあかん、間違えるだけでも怒られるもんで、そのもうパシリですらないですもんね、最初ってパシリにすらなれない、そうそうそう、ありと一緒です、ありとありは今日も働いているっつってそんな感じですかね、すいませんすいません
なんで1年間は全然楽しくなかったですね、うん、なんでまあまあ何の仕事しようかな、まあ、ずっと考えとってね1年経ってぐらいからまあまあずっとやっぱ怒られとるもんで、はい、まあ、怒られるのはなんか嫌だなって、だからまあちょっとなんか見返してやりたいみたいな、うん、悔しいっつうか、ね、悔しいってなってまあやるようになってから、だから多分先輩たちはそれを多分分かっとんですよね、自分たちがそうやって育ってきたっていうのは、はい、だからこいつにも教えてあげようって、まあ、やっぱわざわざ、ね、まあ、今でも喋るんですけど、もう悔しいこと言ったりするし、全然悔しそうになってくる、はい、こいつが燃えてくるだろうなっていうこともわざわざね、けなすじゃないけど、うん、まあ、今で言ったらね、パワハラとかって言われるかもしれんけど、まあそうですね、まあ、ちょっと当たり前が違うっすもんね、ちょっとそうそうそう、でそういうのに育ってきたもんね、やっぱお前ね、バーって言われて、で、悔しいよね、こいつで手抜いたろってなって、バーってやり始めたら、まあ1年、で、そこからまだ1年ぐらいかな、経ってから、もう、ほんとまあね、バンバン組めるようになったりとかして、うん、すげえなんか面白いな、逆にもっとなんか難しい現場やってみて、もっと難しい現場やってみたいって、家って全部ね、ま、全く同じ形じゃないんで、そうね、やっぱね、複雑で、違うんで、レアンダがあったりとか、そうそう、だって毎日が楽しいですよね、いろんなところにこうやって行って、で、楽しくなって、で、気がついたら、もう、トップになっちゃった。気がついた。やっとみんなついてきてくれたんだね。ありがとう。兄ちゃんも苦労しとるね。いや苦労してないです全然。はい、まあ、僕はでもそんな感じかな。なるほど。まずその今やってみて、ただ楽しい本当に。偉いもあるけど、うん、まあ楽しいが勝ったね。楽しいが一番強いですねやっぱり。リリーちゃんはどうでしょうか。まあ、私は まだそんな入社してそんなお二人ほど立ってないんですけど。はい。まあ、私現場管理をまあやってるんですけど、まあなんか仕事内容としてはやっぱりまあ最初はなんかもうお客さんとどう話したらいいんかわからんし、とりあえずお客さんと喋るのが嫌だったんですよめっちゃ。お客さんと喋るのが嫌だったんで、まあやっぱりやってると慣れてくるんですよ。でまあ店長も気使ってくれて、その家がその複雑な工事じゃない家とか、はいはい、あんまりいろんな工事あるお家だと管理するの大変なんで、はいはい、あんまりその、まあ、まあやりやすい、やりやすい現場とか、はい、そのまあ、敷地借りるとかも結構大変なんで、お隣の家にそういうのがないような、はい、あの簡単な工事な現場ばっかり振ってくれたりしたんで、はい、まあこなしていくうちにはまあお客さんと話すのは慣れてきたんですけど、はいはい、まあ、そしたら今度、はい、なんか職人と喋るのが嫌になってきて、わかるわ、ちょっとなんかわからんの、わかる、わかる、わかりますか、わかります、めっちゃ逆にごめんなさいね、僕ら、いや、僕めっちゃわかる、本当に、あ、管理やってたから、そう、管理、僕も管理やってたんです、営業とかやったんで、うん、すげえ職人に喋りづらいなって、そうですね、なんか一時すいません、そんなに言ったんですよ、なんかもう最初段取りもそんなちゃんとできなかったんで、多分、はい、正直職人に多分めっちゃイライラされてたと思うんですけど、はい、きついもんね、まだ言葉もね、職人はきついね、もう頑固やしね、まあ仕事をね、一人最中にやっぱ電話とかさせたりするもんで、イラッとしてそれが出ちゃうんだよね、そう、イライラされてるなっていうの分かって、はい、分かっちゃうんで、それで職人と話すのが今度嫌だなっていう風になってきて、イライラしちゃったらいいじゃないですか、はい、こっちがですか、逆に、そうそう、逆に、あー、まあそれぐらい気強かったらよかったですけどね、それぐらい気強かったらよかったですね、私もめちゃくちゃ強そうだから多分視聴者さんから見たらめちゃくちゃ強そうで、いや、そうですね、編集でそんな感じになってますけど、はい、もう本当にもう、はい、うわ、もう電話したくないとか本当に思ってて、職人に、はい、あー、そのお願い事する時とか、お願い事する時とかも、はい、別になんかもうお願いとかじゃなくても普通に発注書送りましたみたいな内容でも、あ、連絡したくないって本当に思ってた時期もあって、はいはい、まあでもそれもまあ現場にいっぱい顔出すように意識して、はい、まあちょっとまあなんか普通の雑談みたいなのもしていくうちに、はい、まあ職人さんとも結構喋れるようになってきて、はいはいはい、でまあその仕事もそんな段取り、まあ、できるようになってきたんで、覚えてきてね、はい、まあ、それでやっとなんかまあ職人にもそんな話すの嫌だなっていう感覚は本当になくなって、うん、要するに嫌なままだったら多分なってないですよね、本当、まあそうですね、そうですね、嫌だけど、まあ、それで現場に顔を出して喋るもんで、うん、相手も心開いてくれる、コミュニケーションが一番大事ですね、本当にコミュニケーション本当に大事なんだよ、お客さんにもやっぱりいっぱい顔を合わせた方がなんか、はい、そうですね、お客さんと仲良くなってる感じもするし、はい、そうですね、なんか実感あるんですもんね、でもそれは、そうですね、自分でも、ああ今いい関係でおれるなって、うん、いますよね、こんなになんか人付き合いで
きつくなるんやとは思わなかったですけど、あ、人間関係が一番そうですね、人間関係で結構きつかったですね、うん、知らないっていうのはやっぱね、あとはもう、ね、はっきりやっぱ言ってあげた方のが、まあ、職人も構えちゃうね、うん、まあ、ちょっと知ったかじゃないけどね、まあ、知っとる感じで、あー、あー、何ですか、あ、プライマー入れてあれしといてくださいって、うん、で、まあ、そんな感じになってね、誰かの携帯が鳴ってるかもしれんすけど、うん、そんなこともあるけど、はい、そんなこともあるけど、そんなこともあるけど、嫌だもんね、職人としてもそれなんか段取りが分かってないけど、そうやって言われるとね、言われると言われるね、そうですね、ダメなんだけどね、その、うん、イラって思ったら、そうですよね、まあでも私も自分が無知ってことを分かってるし、まあそれでやっぱり職人に何かをお願いするっていうのはすごい、うん、勇気がいる、めっちゃ勇気いりましたね、うん、まあだから結構聞いてましたね、現場に行って、これ何してるんですか、これ何ですかって聞いてましたね、これ中塗りですかとか、はい、うん、そっかやっぱ面白くなってたんですか、仕事が、まあそうですね、それができるようになったら、うん、そんななんかは嫌だなみたいな感じはなくなりましたけど、うん、まあ、最近 YouTube よく出てますけど、うん、はい、結構その職人さんも YouTube 結構見てくれてる人とかいてて、うん、YouTube のこと現場に行ったら YouTube のこと話してくれる人もいるんで、うん、まあ、本当にあの、うん、すごいいい職人さんばっかだと思います、はい、あざす、はい、いい話、いい話もういい話を聞けましたんで、はい、今日は本当ありがとうございました、俺まだまだある、うん、この会社入ってどうやったか、はい、まあ年近い人が多いですよね、うーん、まあ、前の会社とは僕違うポイントなんですけど、まあ、年上が多かったんですか、そう、おじいちゃんが、あ、おじいちゃんとおばあちゃんと、おばあちゃんそうと僕で、あと桃っすよね、そう、おじいちゃんとおばあちゃんパッカーンしてね、そうそう、ドンプラコドンプラコってね、そうそうそう、桃が流れてきてパッカーンしたらで鬼ヶ島行って、ね、あ、イエーッて寺にしたんじょーって、あ、そういう系ですか、はいはいはい、そんな感じですよ、はい、全然わかんないですよ、まあ、そうだ、そのなんていうんですか、縦のつながりしかなかったんで会社内の、はい、ただその部門が違って違う新しい友達ができて、はい、友達って言ったらあれですけど仲間、はい、はい、仲間が増えてって、うん、いろんな話できて、はい、そういう横のつながりができたのが僕の中で、あ、変わったなと思ったんですね、相談する仲間が自分の身内じゃなくて、例えば足場班だったりとか、はいはい、プランナーだったり、あ、よくありますね、違う意見が聞けるじゃないですか、あ、なので、あ、俺も頑張らないなっていう、はい、一緒に本当頑張れるんだなと思って、うちの会社ってやっぱあれで仲いいんで、みんなね、うん、確かにいろんな立場の人がいるっていうのは本当にそうそういいなと思います、お兄ちゃんみたいな子もおれば、弟みたいな子もおれば、お父さんみたいな人もおれば、本当にいろんな意見があるんで、だからそういうところが楽しいですね、仕事の作業も楽しいですけど、そういうところが楽しいなと思います、今年ももう少しで終わっちゃいますけど、はい、なんか今後の目標とかありますか、今後の目標ですか、はい、それも今ね、頭で職長でやってても、うん、やっぱりミスもやっぱね、僕もあるんで、まあ、ミスがあった時に僕は一番がね、その下の子が一番怖いだと思って、うん、自分なりにはね、で別に僕がミスしてさ、僕には何もないわけじゃないですか、そうですね、確かに今ね、お客さんにはすいませんでしたって謝らなあかんかもしれんすけど、でやっぱみんなが回ってるわけじゃないですか、やっぱ現場を、うん、段取り君の現場 でそこの子たちがこうやっぱ回りづらかったりとか帰り遅くなったりとかすると、あ、申し訳ないなと思うんで、うん、まあ、そういうところは、ね、やっぱちょっと徹底して、うん、まあ、今後、まあ、もっと自分もね成長できるように、まあ、喋りももっと上手くなれるようにね、うん、頭フル回転させて毎日を生きていきたいと思います、どうも、はい、ありがとうございました、恥ずかしいんだよ、ほんと恥ずかしいんだ、ほんとに思っとること言ってるもんね、最後の照れ隠しだね、でも仲間思いの話をしとったもんね、すごいいい話、赤い赤い仲間思いの長男、これほら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 はい、僕の話はありがね、はい、次はあのリリシリリシリリシリリウジ、そうですね、私はまだそんな仕事経験長いわけじゃないですけど、最近本当にやっとなんかもう1年ぐらい経ってやっとその仕事のやり方とかが本当に自分流のやり方みたいな見つけてきたみたいな感じなんで、まあ、その2年目か3年目2年目2年目です、次3年目です、はい、まあ、お客さんにやっぱりお客さんって一番接する仕事なんで、まあ、お客さんに満足してもらいたいっていうのは本当にありますし、で、まあ、最近 YouTube もまあよく出てるんで、笑い系も多いですけど、結構なんかその職人さん求人でめっちゃ来てるじゃないですか、うん、そうですね、めちゃくちゃ来てますね、なんかその営業とか現場管理で求人来たら来てくれたら
いいなとは本当に思いますね。そうですね、仲間も増えてね、またそうですね、それは本当に思いますね。社内の人からもやっぱり憧れられるみたいな存在になれたらいいなって思います。おー、かっこいいわそれ、はい、最後なんか良かったね。最後じゃないから最後違った違った、最後じゃないから。テラニシは、テラニシ、テラニシしよう、テラニシし、テラニシし、テラニシし、わかんなかった。やっぱ今までずっと現場もわーってやってきて、はい、まあ会社で YouTube でやってますけど、はい、もう本当に自分の会社が好きなんで、はい、このいい人も素晴らしいじゃないですか、はい、その道以外はね、本当にできた人間ばっかだもんね、はい、でなんか本当に人間味のある人たちがいっぱい集まってるんですよ、本当に、はい、ちょっとちょっと普通に聞いて、はい、普通に聞いて、はいはいはい、はい、でもその、はい、いい人たちがいっぱいいるじゃないですか、おるすね、簡単にまとめたらいい人たちが本当にめちゃくちゃいるんで、はい、おるすね、そういう人たちをみんなに知ってほしいもんで、はい、YouTube も伸びてほしいですし、はい、こんな面白い会社でこんなしっかり雇って、はい、なおかつこんなバカもできる会社あるんだよってことを、はい、まあ、みんなに知ってほしいなと思います、はい、以上です。最後よかったね、本当に感動して涙ができたわ。これあの編集でもしかしたらもう2人になってるかもしれない。確かにここからちょっと消えてもしかしたらお願いします。マジお願いします、マジ本当お願いします。まあ、今回真面目な話でしたけど、はい、なんかまたこういうのも増やしたいですね、うん、そうですね、なんか知りたい話とかあったら、そうですね、コメント入れてもらってくれたら、うん、そうですね、全然僕も暴露話もしますし、うん、全部使えんからね、電話番号書いてミッチに話聞いたら電話番号に言われた。全然僕暴露話は全然しますんで、会社を巻き込まんない、本当に会社を巻き込まんない、個人的にやってみたいな、自爆してそんな感じでね、はい、チャンネル登録でね、はい、いいですね、いいね、お願いします。ザッザッザッ、また見てねー、また見てねー。